で、なんと、いろんなモブを召喚できる本を拾いました。なんか俺、何かしら最初いつも持ってんな。で、どうやら、召喚するには、まあ、それなりの対価が必要らしくて、まあ、なんか一番上のやつを召喚するには、ゾンビ肉が10個必要らしい。ということで、じゃあゾンビ肉10個で、これでじゃあ召喚してみよう。召喚。おー、すげえ！あ、燃えてる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 、やばいやばいやばい、おい、あそこに水ある、いや、そっちじゃない、とりあえず隠れろ、こっちに。よしよし、いいと。あ、いや、燃えるなら、書いといてよ。ということで、どうも、クルカヤです。いや、とんでもない本をゲットしたね。多分これ、デスノートの次ぐらいに持っちゃいけない本だよ。まあ、今回の俺は、まあ、ネクロマンサーってのになったんだよね。まあ、それは、まあ、死者を操れる能力みたいな。だから俺は、この本を駆使して、いろんな最強のモブを仲間にして、今回は目標として、エンダードラゴンと、ウィーザー、どっちとも討伐していきたいと思います。ちょっと、本読んでいくか。あ、これ、あ、ゾンビって書いてあるわ。あ、これ悪いの俺だ、ごめん。そして下がハスクって書いてあるね。ハスクがなんでちょっと高いかっていうと、ハスクはね、なんと、日光に強いんだよね。だから、昼間は燃えないんだよね。って感じで、やっぱ強くなれば強くなるほど、どんどん必要になる、素材みたいのが、増えてくね。で、待って、これ最終的に、あ、スケルトンとかもいるんだ。で、なんかやばい！ネザライトの剣とかいるの？え？今日じゃあネザライトの剣取らなきゃいけないんだ。そして、ドラゴンの卵とかもある。いや、これおもろそうだな。なるほど。ちょっとじゃあいつもよりやることが多いな。怖っ！これ奇跡だよ！あぶねえ。だってこれ壊すと、はい。わあ危なかったね。まあ、せっかくじゃあ砂漠に出たってことで、まずピラミッドか村探したいね。はい、ピラミッド、ピラミッドと村見つけたわ。ありがとう、砂漠。まあでも今日、ネザライトの剣作んないといけないから、ダイヤは5個を取らなきゃいけないんだよね。ピッケルと剣を作らなきゃいけないから。うわー、ちょっと、やばい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 。まだ何も作ってない。まあこいつは、後に召喚するから、仲良くしていかなきゃな。よいしょー。いやもうなんなら最初にダイヤ来てほしいよ、俺は。いきます。はい。ダメ。はい。ダメ。はい。おー、いいね。はい。あー、なんか、良くないのに、あーって言っちゃうやつね。いや、でも、骨とか、あとゾンビ肉めっちゃあるわ。だからこれでたくさん召喚できたりするんじゃない？なるほどね。あ、めっちゃ集まってるわ。逆にしょぼくてラッキーだったわ。そして次は村だね。よっしゃ、村も集めたんで、村集めちゃダメだ。とんでもない規模になっちゃう。はい、食料も作って、ゴーレム倒していこうか。ってことで、まあ、せっかくね、まあ、腐った肉も手に入れたんで、召喚していいんじゃない？ハスク。いきます。はい、召喚、来たー！よろしくな。俺が主人だぞ。覚えとけよ。あ、待て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 ！そっか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 。ゴーレムは、あ、ちょ、どうしよう。あ、ハスクに、行くんだ。俺に食いついた。そうすれば、ハスクが殴りたい放題じゃん。あ、ちょっと押し寄せんな、ちょっとやばい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 。だから、これで、やばーい、あいつが、ハスクー、ちょっと俺やっぱ使い方が下手すぎるわ。まあ、でも今のは、ただのハスクだから。俺もう次のページからもうゾンビウォーリアーとかパイロゾンビとかもうやべえ奴らが来るよ、どうせ。見とけよ、マジで。もう俺後ろから見てる。こいつらに戦わせるわ。あ、でも待てよ。これ鉄手に入れたじゃん。だから、鉄剣作っちゃって、で今2本作ったんだけど、1本はこのゾンビウォーリアー作るのに使えるんだよ。腐った肉20個と、鉄の剣1つだから、もう召喚できるんだよね。よっしゃ、20個と鉄の剣投げて、行くぞ！召喚！おー！鉄装備だ！え、あ、すごい！フル鉄装備だ！しかもめっちゃエンチャントつけてる！ちょっと、お前の実力、測ってみてもいいか。じゃあ、村人行ってみよう！どこ行くの？どこ行くの？どこ行くの？こいつこいつ！そう！行け！どう？やばいやばいやばい！追いかけっこしてる追いかけっこしてる！ちょっと待って待って待って！あ、一発！二発！3発！いや、こいつ強い！かなり強いぞ！で、そして、まあ、遠く離れちゃったら、この、リコールってやつで、こう、俺のところに戻せるしね。よし！一緒にじゃあ、洞窟探索しよう！こいつ1体いるだけで全然心強さが違うわ。さあ、じゃあここは？はい。う、やばい！エンダーマンとスケルトン2体。はい！やってくれ！ゾンビさん？ゾンビさん！こいつ、ゾンビさん？よしよしよし、いいぞ！おー！強い！いいぞ！いいねー。まあ、こういう感じで、割と俺が盾になった方がいいのかもしれない。ので、じゃあ盾は先に作っとこう。よっしゃ、もうここ直下で掘っちゃおうか。大丈夫？ちょっと怖いよ。あいつ、落ちてこないよね、さすがに。おっと。おお、すごっ！あるね、あるね。いや、でもこういうところにね、マグマあったら怖いんだよな。よっしゃ、ちょっと呼び戻そう。はい、お帰り。まあ、深さ的には、ダイヤあってもおかしくない深さではある。ちょっと待って。
ゾンビ超えられるマグマ。マジでちょっと頼むよ。はい、試してみるか。あいつの度胸を。え、もうもはや来ないっていうね。ちょっと待って、なんでお前燃えてんの？お前、落ちとるやん。いけ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 。戦ってくれ。いいぞいいぞいいぞ。いや、ほんとにね、こいつ耐久力も結構あるわ。まあ、じゃあ、もう鉄焼こう。もうそれでバケツ作って、マグマに行かないようにしてあげようか。あ、てか骨もめっちゃ持ってんな、俺。あ、だったらね、まず、骨10本で、スケルトン召喚しよう。はい。いや、お前、下がマグマだから燃えとるやんけ。そんな登場の仕方しなくていいって。そして、骨15本で、フローズンアーチャー。氷の弓矢、使うやつが出てくるのかな？はい。おお、お、ストレーだ。で、さらに、弓もエンチャントついてるから、これ相当いいぞ。はい、これで、今日はコラボ実況です。グループ実況です、今回。しゅしゅ、動きすぎ、動きすぎ、動きすぎ。ほら、行け、お前ら。やっぱ弓兵いいね。仲間割れしてんのよ。おー、やっぱ強いわ。いや、嬉しいな、やっぱ。その実況者だから、味方がいてくれるだけで嬉しい。待って。スケルトン、一匹いなくない？装備着てない奴はついてこれなかったか、この戦いに。おー、そしてダイヤあったね。いや、5個欲しい。いきます、1つ目。お、ありそう。2個目。はい、あるあるある、やったよかったー。お、すごい、結構あるね。そして、え、9個も掘った俺今。よっしゃ、ダイヤ剣とピッケル作って、じゃ、黒曜石掘ってから外に出るか。ダイヤあり。ラッキーダイヤ来たな。これワンチャンネザライトもう一個見つけたらさ、別の装備もネザライト化できるよな。おー、また見つけた。ピラミッド意外と素材あったりするからね。そして、召喚したこの2体は、防具つけてるから燃えないんだよね。それはすごいいいところ。よっしゃ、なんかいいのあってくれよ。はい、腐った肉がもう嬉しい。初めて言ったかもしれない。はい、ラスト。で、ちょっと待って、どうしようかな。ネザーに行く前に、あ、待って、やばい、ゴーレムがいるのまずいな。こいつは俺が受け持つ。あー、やばい。ゴーレムのせいで、どんどん俺の味方がいなくなっていく。いけ、ゾンビ。いいねー。だから、ネザーに行く前に、めちゃくちゃ召喚しておく方がいい気がするんだよな。だから、もっと召喚しちゃおう。ってことで、骨30個と盾で、どうやら、ガーディアンってやつが作れるっぽい。エルダーガーディアンとか、そっち系なのかな。はい。あ、そっちかよ。いや、でも、こいつ強そうだね。ちょっと村人で試してみようかな。はい。おー、強いね。で、盾も持ってるから、きっと防御も強いんだろうね。そして、このパイロゾンビ。これさ、腐った肉30個と、金の剣1本だから、これもう作れるんだよね。はい、金の剣と、腐った肉。いでよ、パイロゾンビ。おー、金装備だ。あ、雲が来た。じゃあ、行け。あー、燃やす能力持ってる。強ーい。秒時計じゃん、こいつら。はい。最強艦隊。ちょっと待って。あれ、行って、なんか、俺、めっちゃ、装備着てないわ。ちょ、お前らに尽くしすぎたわ、俺。あ、そして、クリーパー怖すぎ。いや、クリーパーは怖えわ。もうやっぱネザー行っちゃおう。あー、やばい。どこ行ってもクリーパーがいる。クリーパーはこいつら絶対死ぬ気がする。守ってくれ。俺を寝させてくれ。おい、何のためにいるんだ。ちょっと待って、俺さ、モンスターが近くにいるため寝ることができませんって書いてあるんだけど、お前らじゃね。あ、こうやって、モブに戦わせといて、こう話してから、今のうち、よし、寝れる。これで、朝になれ。よーし、そんなことしなきゃいけないの？よーし、じゃあネザー行くか。ネザーは足場悪いから気をつけてな。で、こいつらネザー来れんの？まず。はい。おー、よかった。寂しかったよー、一人だと。あえて、要塞見つけるまでは、こいつら呼ばないでおいてもいい気がするな。ネザー、足場悪いしな。よし、じゃあ装備も作って、よし、じゃあ金装備も作ったんで、よし、もう整えたんで、これで行っちゃおうか。え、壊れんの？なんちょ、どうしよう。ちょ、待って、動かない。日光に当たられすぎるとダメ、ちょ、日光に当たられすぎると、防具が壊れちゃうのかな？よし、あいつらのためにも、早めに要塞を見つけようか。うわー、廃要塞見つけたな。廃要塞ってさ、ネザライトとか、あと金ブロックとかもあったよね。あ、しかも待ってこれ、あ、めっちゃいい位置。ちょっとお友達呼んでこよっかな。召喚！ 3 人揃ってろ。あー、二人になってるー。あいつの分まで、頑張ろうな。よし、ってことで、もう、おとりみたいになっちゃうかもしんないけど。あー、もうすぐそこじゃん。いや、だが、俺は行くぞ。ピグリンブルートは、俺たちで倒す。行けー！
あ、おい、お前らどんなところでつまずいてんの。はい、ええー、待って、やばい、情報量が多すぎる。うわー、ビッグリムルト、スケルトン、ガーディアン、ちょっと待って、はい、倒したけど、え何お前ら。お前ら強い敵目の前にすると急にそっけなくなるやん。もういい、俺が一人で行ってやる。よっしゃ、開けてこう。はい。いや、あるあるあるぞ。これで、もう、ネザライトの剣は作れるわ。あと、ブロックは回収していこう。よっしゃ、逃げようか。ネザライトがあったら、やっちゃった。そう、もうちょいダイヤ余ってるから、欲を言えば、もう少しだけネザライト装備作りたいんだけどな。じゃあ、要塞行く前に、持ってる金をピグリンと交換しよう。で、まあ、エンパが出れば嬉しいし、耐火のポーションとかもたまにくれるからね。あ、くれた。早いって。すごい。今日のピグリンガチャいいな。エンパ集まったわ。ってことで、じゃあ、あとはブレイズロッドだけだな。え、ちょっと待って。要塞あるんだけど。ラッキー、これ、あ、絶対超端っこの部分がチラッと見えてたやつ。あ、いる。こいつさ、ちっちゃいウィザースケルトンいるじゃん。あっち。ちょっと待って。こいつね、手に、ウィザースケルトンの頭持ってんだよ。ほら。で、こいつを倒すと、確定で落とします。今日ね、こいつたくさんいるからね。頭は落としやすいんじゃないかな。まあ、でもちょっと耐火ポーション飲んだから、ブレイズ倒していこう。あ、またいるね、こいつ。ちょっと待って、足早すぎる。いや、ほんとに足早いな。ずっと追いかけてるけど、俺。あ、行っちゃダメ。よいしょ、アップね。あっつ、まあ、でももう8本ゲットしたね。あ、いた。あとは、お前を倒すのみ。あー、ちょっとやばい。落とせ。よいしょ。落とせ。よーし、これで、よいしょー、帰宅。じゃあ、これで、どっちだ、そっちね。ちょ、エンド見つけながら、もうちょっとね、ゾンビ肉とかも集めたいんだよね。よし、本日3回目のピラミッド発見。腐った肉がね、1スタック欲しいから、やっぱでもめちゃめちゃあるぞ。はい。あ、集まった。すごっ、ピラミッドめっちゃありがたいわ。ほい。あー、こん中だ。ちょ、今ち、木だけ取っておこう。危ねえ。おーし、着いたー。そんで、あった。よっしゃ、もうはめていっちゃうか。いや、ちょっと待て。ネザライトの剣一応作っとこう。ってことで、木と鉄で、こう。あ、できた。火事台作って、これで、ネザライトの剣を作れると。よし。じゃあもうこんなもんでいいかな。で、今日はまず、エンドクリスタルから破壊していくか。なんてことは言いません。今日やること、それすなわち、このドラゴンスレイヤーを召喚すること。こいつの出し方は、腐った肉64個と、ネザライトの剣1つ。ということで、腐った肉64個。邪魔するな、俺の儀式を。じゃ、腐った肉64個、ネザライトの剣、そして、いでよ、ドラゴンスレイヤー、召喚、はい。そして、うわー、さあ、実は、エンドラ、倒してます。俺は、この、ドラゴンスレイヤーを召喚しただけで、勝てる試合だったんだよね。なんだけど、なぜか、相打ちしたっていう。なんで、いつもより簡単なこの状況で、死んじまうんだ。まあ、どんな風に倒したかっていうのは、実はまた見れるんで、ちょっと待って。このドラゴンの卵持って帰ろう。いやー、びっくりした。マジで何が起こったか、全然わかんかったの。さあ、ということで、普通の世界に戻ってきたってことで、まあ、今回の目標は、エンドラ討伐ともう一つ、ウィザーの討伐があったよね。ということで、頭セットして、ちょっと先に召喚しちゃっていいかな、この味方の方。このフォーレンヒーロー、闇落ちしたヒーローみたいな感じかな。こいつを作りたいんだよね。骨一つ、そしてドラゴンの卵。これで召喚します。いでよ、フォーレンヒーロー。来たー！すげえ、ネザライトじゃん、お前。これいかにも闇落ち感ある。ダークヒーローだ。ちょっとじゃあ、馬とかどう？はい、一撃。これは期待大だ。いきます。よっしゃ、もう、こいつを倒してくれ。早いねー。もうちょっと楽しませてよ。え、こうなると、いよいよ、ドラゴンも見たいわ。ちょっとじゃあ、ドラゴン出しちゃうね。さあ、これがドラゴンスレイヤーだね。こいつはフルネザライト装備にゾンビだね。じゃあ、行きます。エンダードラゴンを出します。行きまーす。はい、あ、エンダーマンだった。エンダードラゴン行きます。はい。おー、すげー、え、すげーバトルしてる。あれ普通にやられてるけど。